赤大好きとも、こんにちは、赤大好きともがお送りするまったりマインクラフト撮影日は9月28日23時5分。今週から早場でございます。なので少々声のボリュームを低く下げ目ですが、ご了承ください。土を取りに行こう。この沼地をね、いいとこ感じさせてみた。この辺掘ってかぼちゃも植えておきたいな。あともうちょっとこの辺を断崖絶壁にして、普通の人じゃと思ってくれないぐらいの勢いにして、ここ崖っぽくなってるでしょ。あっち側にはしごをかけて、ここを飛び越えて、ここにの飛び移らないと、普通には来れないと。馬でのみ来れる場所みたいな感じにしよう。うん、こういう感じでね。そういう感じでね、断崖絶壁にしてしまうと。魔女の家を完全に断崖絶壁にしてしまうという大規模工事。この辺は登れない、登れないようにして開通させてしまう。この辺も登れないようにしないとな。はしごをいっぱい作ってこよう。よいしょ。よいしょ。こちらに。おやすみなさい。おはようございます。木がないな。ほっ。12個。一応余分に作って5ぐらい。OK。でベッドも持っていこう。この選択が後に僕をスタート地点に戻す、リスポーン地点に戻すことになってしまった。工事中不良の事故でしまう。ありえる。何しても下から暗くなってるね。怖い怖い。いや恐ろしいね。ういっ、ういっ。40個。あ、ミスタック。畑作っちゃうか。沼地の横にね、かぼちゃ畑、大量のかぼちゃ畑を。うん、あれこれダークオーク、ダークオークだ。
いや、沼地の横じゃない方がいいか。カブチョウだけは。よいしょ。ほっ。やっぱこの辺がいいね。砂利か。砂利だらけだな、これ。これ土か。ここまで掘るか。石はちょいと大変だな。いや、丸石は残しておいて砂利だけ取っていくという手もある。そうし、この辺の砂利を取っていく。砂利か、荒れた土とか作る。荒れた土だ。ザラザラの方の土が作れるわけだ。うん、砂利山か。火打ち石には困らない。この高さだからそこそんな雪か。だとしたらもったいないかな。いや、砂利の量シャビラが足りないんじゃないか。残り3分。果たして土を集めつつこの砂利を取ることはできるんだろうか。まあ、砂利を集めてるつもりはない。大量の火打ち石を作れるといらないけど。火打ち石じゃない。火打ち石か。これが火打ち石だ。ちょっか、大量のジッポライターが作れると。おっ、丸石が出てきた。おっ、途中で切った。おっ、また丸石になった。おっ、石。おっ、これもいい感じ。ここは絶壁にできるじゃない。この砂利を俺は今削っていたのか。こいつは大変だ。すべてを2段の高さにしてしまう。あっという間に削ってしまった。あ、そこ取っちゃった。なんかばらつかせる。ギリ登れるな。喋ることがなくなっちゃう。大変だな、これ。チャリ。これもね、すべて魔女の宇宙はハロウィンに向けて間に合わせるため、少しでも完成度を上げるための作業でもあって。くそ、うっちゃりの量が尋常じゃねえ。持てなくなってしまった。なんということでしょう。砂利がいっぱいすぎて持てません。おっ、くそ、なんて量だ。
クリッパーさん、クリッパーさんにこの辺爆破してもらおうか。壊れた。いい感じに使えるぞ。暗い。OK。OK。うん。この辺の段をちょっとチャリに変える。怖いな。危ねえ。ギリギリだぞ。おダメージ受けるか。あれ、これ登れなくなっちゃう。
性かって原木血はない。いやーすごいとこ立ってね。よいしょ、食って助かるよ。あ、はい、そこがジャンピングポイントだから。目印的な松の木の目印を立てた。一本松の丘から飛び込む。一本松の城裏の一本松の丘からジャンプをして飛び越えなくてはいけない的な、そういう感じでしょ。高いな。ちょっといいですか。この戦隊いいな。うん、この戦隊いいな。気に入った。この戦隊が僕は気に入った。いや。シフト押してたよ今。いや、フラグ回収しちゃった。いらないよ。あそこから俺は砂利を落としてその上に土をもう一回置き直そうとしただけなのに、たったそれだけなのに、クソクソ、こんな戻されるなんて。しかもあの拠点の中にある土材はもう全部ほとんど俺が持っていったから何も残っちゃいないんだ。クソ。おお、まっすぐで帰れるんだっけ。確かまっすぐ行けば帰れる。馬あそこの中に置いておこうかな、ね、と。馬とサドルを一個ずつ置いておこうかな。うん。せめてショベルがあれば。そして左足がしびれている。いいな。木を生やしてその下にキノコを置いておこう。あ、巨大キノコをあの上に生やしたいな。キノコ、一本松の丘から巨大キノコの丘に飛び移る。もしくは馬で駆け上るしか方法はない。魔女の家に行く方法はそれしかないのだ。敵だ。ダークオークの狩り場ゾーンに行けばなんかあるかな、素材。いや、ないな。チェストボックス置いてあるけど置いてないもんな、どうせ。いや、参った、参ったよ。まったく帰れる感じか、まだ。いや、なんであそこ奥のライディーが待ってるんだ。俺か上だろ。うん、けど覚えがない。トイ。そういえば卵の生まれる確率に関しては変わったみたいね。うん。アスクコメの方でいただいた情報なんですが。ああ、走れない。いいところに牛がいるじゃない。素手で倒して、そこに入る。よし、入る。よし、OK。うっく。ついだ。お前がやってしまおう。待てい。待てい。待てい。逃げないと思うなよ。いや、もう一頭取っといておこう。いつで迷った時、もう一
日と同じようなことを繰り返すかもしれないからね。そう、久しぶりだよ。落ちる瞬間に砂利を置くべきだったか。尻尾に少しはダメージが減ったかもしれないね。くそ。近くに村でもあればいいんだけどな。こっからの近くにないもんな。いや、鳥を通せないんだと。瞬間俺も降りてくんじゃないか。これ大丈夫か。あ、怖い。来た。おやすみなさい。おはようございます。ほら、いや、なかなかだね。これなかなか
まだ早かった。単純に。あれ、この辺あるよね。3つ、この辺の土も取ればいくらでも作れるな。うん、取ろうと思えばいっぱいあるじゃないか。この辺は土が結構、土を掘ったら倍しか出てくるイメージしかなかったけど、石は削るのは大変だから、ここを掘ってしまえばいいと。よいしょ。これでいいんだ。これで魔女の家は完璧に孤立する。断崖絶壁の上に立った不思議な家となる。この家を、小さいとはいえ、あの規模の家をどうやって作ったのかと、この断崖絶壁の上にどうやって資材を持っていったのか、一体どうやって沼を作ったのか、土が過労してあの状態で置いてあったとして、どうやって水を置いたのか、水じゃない、かぼちゃを置いたのか、したかぼちゃなのか、はたまた魔女の魔法で作られた。帰れないんだって。あ、時間来たし、帰れない事実を突きつけられた瞬間、時間が来た。まあいいや、帰れるし、ほんじゃあれ置いていけばいいんだし。足場に使えるからね、チャリ。それドアの作り方なんで、毎回そういう風に置くけどさ、3個じゃ足りないかな。それで足りるかな。それでだからシャベルを作っていこう。
こいいね。ほっ、ここを土じゃなくてあえて砂利にするところがまたいい。ギリトラップどうつけようか。ほっ、OK、で照らしといて、危ない、怖い。脇つぶし。脇つぶしが完了すると同時に松明が姿を消した。なんていうことでした。さーて時間が来ているところ申し訳ないのですが、置いていくよ。まずそこからだ。怖いな。外枠を置いてしまう。この上に松のハーフと、ハーフじゃない松のゲートとフェンスゲートを置いていくという作業になります。はい、おっと、足りるか足りないかはわからない。うん、今持ってる松は打って消えていた方が良さそうだな。フェンスが作れないかもしれない。
無事土は足りたと思われましたが、ハッピーハロウィンの前にこちら、地面は土だって23横19周りを松フェンス66松のフェンスゲート9個で囲う、中央に深さ1の沼地を作って、その下の部分に、その底の部分一面にジャークさん57個を敷くで、図解が、こちらになっております。しまった深さ1、そう、このジャークさんを1個下に下げなくてはいけなかった。よしよし、ミスってしまった。どうする、タイム33分、オーライ。そうだな、下から見て光ってるのが見えればいいんだけど。いやー、じゃあ元気かい。バックスタブ OK、 見えないか。どうすっか。外枠のジャックさんのところに穴を開ける。ジャックさんの下の部分にね、外枠のところに穴を開ける。で、そこの周りに、うまいことやって、土を置く。あそこの部分だけ出っ張らせよう、下の部分。となると土が57個必要だ。1スタック分はついていこう。そしてこっち側から登れるんじゃないかというわけが一瞬、まあ、全く登れないんだけど。あ、登れそうだったね今。一瞬登れそうだったね。なんでだったね。登れ。さっきそれコインクリーパーさんいたよ。大丈夫か。登れないね。OK、攻略不可能と見た。いや、魔女の家に下になんか洞窟ある。地下保管庫というべきか。はい、ちょっと余分に土を回っていこう。失敗してもいい。せめて1スタック分くらい。なんて量のクリーパーさんだ。といっても2体しかいないけど、作り始めるとそうやってさ、俺を殺しに行くからって。お、仲良く共存してらっしゃる。素晴らしい光景。そして今回少々長くなりますから、お付き合いください。あのミスは、ね、完璧なね、俺のミスなので。やっちまったやっちまった感が半端ないんでね。あとフェンスをつければいいだけの状態にしておきたかったのにね。まあ一回死んだのもあったし、その分の余計に使ってしまった時間を、費やしていこう。そして手に入れたこの砂利を使ってね、登っていこう。砂利を使って穴を開けて、その下にトン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 って枠のところに砂利をまず落とす。あ、いててて。次、その落としたところから下からこう登っていく。その地下を土で植えていく。それにあたり砂利土がもうちょい必要になるかもしれない。まあ、マリシュマルかなとかなるか。うん。最悪丸してもいい。何でもいいんだ、使えれば何でもいいんだ。 OK、 そうよかったわ。いい感じだと思ったけどミスっていた。はい、怖い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 。
怖い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 、もう死ぬ気ないから。いやー、なかなか大変そうだね。しかもそこじゃないし、まあいいや。あ、いや、ジャックさんはそのままにしておこう。移住して。あの3個を基準にして作っていけばいいんだ。これだけ、どの3個だ。ダミーが1個やさ。くそ。ダミーが、ダミーが1個。お前ただ。ここを持っていきます。上空があるしね。砂利のところがこの後飛び降りてもね。水のところに飛び降りてもね。飛び込めねえ。長さだよね。一応マス削ってみよう。OK やって出ることを確認して塞いで、ここがこうで OK。 OK、 このマス目でいくと。そしてこの土を落として、そこまで行ったら上からできるでしょ。頑張って下から全部突き落としてた。よいしょ。よく開かないでくれてありがとう。この暗さで開かないでくれてありがとう。さあ、早急に上に。やるんだったら、完成してからやるべきだった。沼地。
登れる場所一箇所っていうのやってからそもそも砂利に登っていけばよかった上に今つまやがったミスったら、まあいいや、後で取りに行くって言ってね、だいぶ大俺取り行かないから、うん、ちょうどいい、ちょうどよかったな、うん、よいしょ、でい、俺飛ぶの忘れそうになるな、今忘れてた忘れてまで、あってなった、はって、よいしょ、これでジャックさんが受けるようになっていると。ただ気をつけなくちゃいけないのは、あ、怖かった今の。今入る瞬間すげえ怖かった。気をつけなくちゃいけないのは、取っていいジャックさんと取っちゃダメなジャックさんが言うということ。足が置いてないのにジャックさんを取ってしまうと、直してしまう。どうせください。おはようございます。ってなるとだいぶ大変だな。また落ちるんじゃないか、これ。可能性はな、死ぬな。うん。まあそこで寝たから大丈夫でしょう。常にシフトをしておいてもいいぐらいだ。いや、これまあまあ大変だな。 OK、 シフトを押しながら前に行く。ああ。大丈夫、今スーッて言っちゃって、だいぶ怖かったな。はいはい、もうちょっと頑張れ、もう少々お付き合いください。はいはいはい、はい、すげえ笑ってんだお前ら、まるであざ笑われ、あざ笑われてるかな。もうあれか、そうだな、場所によってもハロウィン始まってるもんだ。ハロウィン限定グッズ的なのも売られてるから、うん、だからもうこいつらからしたらもうハロウィンが始まってるんだ。置かれた瞬間からもうこいつらからしたらハロウィン、楽しくしょうがないんだもんね。お菓子をくれなきゃいたずらするぞっつってね、問答無用でね、お菓子をくれなきゃという選択肢さえなく、ただただいたずらをされたみたいな。うん、奥からつけていこう。よし、もうちょっとですよ、もうちょっとでできますよ。沼地が8割ぐらい、街が8割完成します。ただ1個落としてしまったんじゃないか疑惑があるから、ね、足りないんじゃないか不安は。よっしゃ、できたできた、修正完了、ミッションコンプリート。合ってる。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10、10マス、10マス、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK でね、ここのちょうどここの切れ目のところからスタート、ここにフェンスを置く感じなのかな。で、こう何マスか空いてってなるからね、1、2、3、4、5、5マス、4マス、端から4マス、1、2、3、4マス空いて、フェンス、フェンス、フェンスゲート、フェンス、トントントン、1、2、3、4、5マス空いて、フェンス、フェンスゲート、フェンス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 、みたいな感じかな。おっと、フェンスゲートが1個入っていた。というわけでね、松の木がまあまああるので、次回はこの松を使ってフェンスゲートとフェンスを作り、まずはフェンスから囲っていこうか。この辺のフェンスじゃない、この辺の松も一旦刈り取ってしまってね。で、沼地の方完成させていこう。いいね、周りから固めていく。そしたらこの階段を作ってどんどん作っていこう。まあ、ハロウィンまでに間に合わせればいいんでね、頑張っていこう。また伸びたいとか、お前は。というわけで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。そして長くなってしまい申し訳ございませんでした。質問、コメントなどある方は下のコメント欄、もしくは ask.fm までよろしくお願いいたします。以上、赤大好きともがお送りいたしました。ハバネ、ね。